おはようございます。レイです。9月24日土曜日の今日は海藻サラダの日です。食物繊維が豊富で低カロリーの海藻サラダを多くの人に味わってもらおうと、カネリョウ海藻株式会社が制定。日付は同社の高木良一会長の誕生日から来ているそうです。わかめやめかぶ、もずくなどのネバネバ成分って腸活に欠かせない成分です。このネバネバ成分は水溶性食物繊維で腸内環境を整える作用があります。ただ水溶性食物繊維と一緒に不溶性食物繊維とのバランスが大切だそうで、その割合は不溶性食物繊維2に対して水溶性食物繊維1で摂取するのが望ましいとのことです。ちなみに不溶性食物繊維の代表は大豆などの豆類や穀物、キノコなどに多く含まれています。バランスの良い食事を心がけることが一番大切ということが基本ですね。それでは皆さん、今日も良い一日を。